乳頭温泉郷鶴の湯温泉に日帰り入浴しよう。日帰り入浴大人700円、混浴露天風呂は月曜日休みです。それでは鶴の湯への道動画スタート。ドライブ気分を味わってくださいね。秋田県道194号西山小保内線を走行中、右側の看板にはようこそブナの森乳頭温泉郷、まもなく鶴の湯温泉入り口のバス停と乳頭温泉郷鶴の湯温泉の看板があります。バスは田沢湖駅前から鶴の湯温泉入り口約38分、730円、ここを左折して約 3km で鶴の湯です。ここから徒歩で約50分ほどで行くこともできますよ。もちろん鶴の湯温泉への宿泊者はマイクロバスでの送迎もあります。田沢湖高原温泉郷にあるアルパコマクサ自然ふれあい温泉館前のバス停から鶴の湯別館山の宿を経由して鶴の湯まで送迎します。豊後交通乳頭線乳頭ガニバ温泉行き、田沢湖駅前からアルパコマクサ約34分、630円。バスは1時間に1本なので注意してくださいね。裏技とかではありませんが、無料で鶴の湯に入浴する方法もありますよ。鶴の湯が経営されているお宿に宿泊すると OK なんですよ。駒ヶ岳温泉と鶴の湯別館山の宿です。チェックイン時に鶴の湯への送迎時間を確認しましょう。工事のためダンプが来ることもあるので、走行時はご注意ください。撮影日は2022年11月3日文化の日です。紅葉も終わりを迎えている感じで寂しい景色ですが、鶴の湯の極上湯が待っていると思うと気分上昇、テンションが上がりますよ。その他の鶴の湯への入浴方法はありますよ。乳頭温泉郷夢ぐり号に乗りましょう。夢ぐり号は乳頭温泉郷内日帰り入浴が可能な7つの宿を循環しているシャトルバス。ただし時間帯によっては日帰り入浴はできませんが、鶴の湯別館山の宿を巡回してくれますよ。桶が乗ったシャトルバスは後ですれ違いますよ。乗車方法は鶴の湯別館の山の宿を含む乳頭温泉郷8軒の宿に宿泊して夢ぐり帳を購入すると乗車することができます。乳頭温泉郷の7軒の宿は鶴の湯温泉、耐の湯、ガニバ温泉、大釜温泉、旧家村、黒湯温泉、現在孫六温泉はリニューアル工事のために一時休業中です。これらの宿に宿泊して夢ぐり帳を2500円で購入すれば、値上がりしたな、夢ぐり号に乗り放題。そして現在は孫六温泉を除く6軒で無料で入浴できます。ただし黒湯温泉は冬季休業があるので注意してくださいね。夢ぐり帳を購入した宿を除いた宿で夢ぐり帳を出すと1回無料で入浴、有効期限購入日から1年間有効。それから日帰り入浴時でも購入できる夢ぐりマップ1000円もあります。値上がりしたな。購入日だけこちらの夢ぐり号に乗り放題、OK ありますよね。バス賃無料、入浴料はかかります。その日だけで何軒回れるのかチャレンジしてみてください。まもなく鶴の湯別館山の宿、日帰り入浴不可ですが、どなたでもランチがいただけます。名物山の芋鍋もありますよ。鶴の湯は本陣でいただけるランチもあります。こちらからも山の宿へあと5分走ると鶴の湯です。
落ち葉に乗ると滑ってしまう場合がありますので注意してください。鶴の湯への道は四季折々楽しめます。冬も素敵です。私の動画には雪景色を楽しみながら鶴の湯へ向かう動画もあります。よろしければご視聴、グッドボタンよろしくお願いいたします。1990年に撮影した鶴の湯など、鶴の湯は数本動画があります。鶴の湯への道で一番長い直線道路、私はここ大好きです。ようこそブナの森へって感じがするんですよね。この後到着するまで映像だけになります。運転する際には悪路の場所もありますので慎重に運転してくださいね。では鶴の湯まであとわずかです。鶴の湯温泉は乳頭山のふもとにある乳頭温泉郷の中でも最も古くからある温泉宿と言われています。およそ1688年あたりから湯宿としての経営の記録が残っているそうです。お疲れ様です。ポツンと一軒宿、鶴の湯に到着です。安心してください。駐車場は広いです。いつもこの辺りは混んでいるので温泉神社方面へ駐車します。
本人での宿泊動画は別の機会にアップロードします。ランチメニューには山の芋鍋あるよ。2号館には公衆電話、有料ロッカーがあります。2号館には日帰り入浴でも使えるトイレがあります。3号館には喫煙所があります。日本人を守る会の提灯もありますよ。乗馬で日帰り入浴の手続きをします。現在は日帰り入浴料金700円です。400円の開始ですね。お風呂出て左木の端を。さらに現在は昔の写真などが外されています。温泉娘入湯のドカちゃんは変わらずです。うまいもんは絶品です。貴重な写真でした。Thank you.
鶴の湯はお客さんが多いので、数年前に外国人同士で撮った撮られたでトラブルになったことが原因で撮影禁止になったそうです。これはタエの湯でも同じような話を伺いました。この時、特別に撮影許可をいただいて撮影した音声映像は、また別の機会にアップロードします。ピンクの電話は現在でも使えるようです。鶴の茶屋訪問時はお休みでした。鶴の湯神社、天気のいい時に来ますね。当時は600円、現在は700円です。おっさんのぼっち湯めぐり旅はまだまだ続きますので、ぜひグッドボタンを押しておっさんを応援してあげてくださいね。ご視聴誠にありがとうございました。まだまだぼっちの湯めぐり車旅は続きますので、次回もよろしくお願いいたします。Thank you for watching until the end.